検定時代、古代ローマの黄金期。こんにちは、皆さん。今日はローマ帝国の最も繁栄した時代、五検定時代にスポットを当ててみたいと思います。この平和と繁栄の時代を支えた5人の皇帝たちの物語に一緒に迫ってみましょう。五検定時代とは何か。五検定時代はローマ帝国の歴史において特に繁栄と平和が保たれた時期で、紀元96年から180年までの約84年間にわたります。この時代はネルバ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、そしてマルクス・アウレリウスの5人の皇帝によって築かれました。これらの皇帝は検定と呼ばれ、その知性は公正で賢明な政策によって特徴づけられます。五検定時代の特徴。五検定時代はローマ帝国が経験した最も安定し繁栄した時期の一つで、紀元96年から180年まで続きました。この時代を特徴づける最大の要素は、その統治の質と後継者選定の方法にあります。五検定と呼ばれる皇帝たちは法の支配を尊重し、帝国内のインフラ整備や教育の向上に力を入れました。これによりローマ帝国内は前例のないレベルの安定と繁栄を享受しました。さらにこの時代の皇帝たちは後継者を選ぶ際に血縁関係を重視するのではなく、その人物の能力や資質に基づいて選定しました。これは当時としては革新的なアプローチであり、能力のあるリーダーが帝国を引き継ぐことを保証しました。このようにして五検定はそれぞれが適切な後継者を選び、ローマ帝国を安定させ繁栄させることに成功しました。この後継者選定の方法は帝国の長期的な安定に寄与しましたが、マルクス・アウレリウス・ミカドが自らの息子コンモドゥスを後継者として指名したことで終わりを迎えます。これにより五検定時代の終焉とローマ帝国の新たな不安定な時代の幕開けとなりました。五検定時代はその賢明な統治と革新的な後継者選定の方法により、今日でもローマ帝国の黄金期として記憶されています。五検定時代の皇帝たち。1位、ネルーア。ネルーア皇帝はローマ帝国の歴史において重要な転換期を象徴する人物です。彼の即位は一時期の政治的混乱と内乱の後に起こり、ローマに新たな平和と安定の時代をもたらしました。ネルーアの治世は比較的短期間、紀元96年から紀元98年まででしたが、その間に彼が取り組んだ重要な政策が後の帝国の基盤を固めることになります。特に注目すべきは養子縁組による後継者指名制度の導入です。これは適切な能力と資質を持つ後継者を選び出し、平和的な権力の移行を可能にするという画期的な試みでした。ネルーア自身がこの制度を用いてトラヤヌスを後継者に指名したことで、ローマは五検定時代と呼ばれる安定と繁栄の時代を迎えることになります。この政策は帝国内の政治的な争いを大幅に減少させ、後の皇帝たちが平和的に権力を継承できる土台を築きました。ネルーアの賢明な統治と革新的な後継者指名制度はローマ帝国における平和的な権力の継承と長期的な安定の象徴として今日でも高く評価されています。2位、トラヤヌス。トラヤヌス皇帝の治世はローマ帝国にとって拡大と繁栄の象徴的な時代でした。紀元98年から117年までの彼の統治期間中、ローマ帝国はその領土を史上最大の広がりに拡大し、ダキア、現在のルーマニア地域の征服はこの拡大政策のクライマックスでした。ダキア戦争での勝利は莫大な戦利品をローマにもたらし、これによって帝国の財政は一時的に潤いました。トラヤヌスは戦争で得た富をローマ市民の福祉向上のために用い、ローマ市内および帝国各地での多くの公共事業に資金を提供しました。トラヤヌスの公共事業には壮大なフォーラム、トラヤヌスのフォーラム、巨大な市場、トラヤヌスの市場、ローマの水道橋の改修と新たな建設などが含まれていました。これらの建設プロジェクトはローマの都市計画と建築技術の両方において新たな標準を確立しました。また彼の統治下での道路網の拡張や港の改善は帝国全体の通商と通信を促進し、経済的な繁栄をさらに後押ししました。トラヤヌスはただ領土を拡大するだけでなく、その領土内の繁栄と安定にも深く関心を寄せていました。彼は法の支配を重んじ、
帝国内の様々なコミュニティに対して公平な治療を施すことで知られています。トライアヌスの治世はローマ帝国が経験した相対的な平和と繁栄の時代であり、彼の統治は後の皇帝たちにとっても範とされました。トライアヌスの死後も彼の政策と公共事業はローマ帝国の黄金時代を形成する基礎となりました。 3. ハドリアヌス。ハドリアヌス皇帝の治世117年から138年はローマ帝国において内部の安定化と文化的繁栄を目指した時期でした。彼はトライアヌスによる拡張主義から方針を転換し、帝国の持続可能な防衛と管理に重点を置きました。この戦略の一環としてブリタニア、現在のイギリスにハドリアヌスの壁を建設し、北方の蛮族からの侵入を防ぐ壮大な防衛線を築き上げました。この壁は帝国の北西辺境を横断する長さ約 118km に及び、ローマ帝国の築いた防衛施設の中でも特に印象的な遺構として現在も残っています。ハドリアヌスは軍事的な施策だけでなく、帝国内の統合と文化的発展にも大きな関心を持ちました。彼は自ら帝国内を広く巡行し、各地の状況を視察しては地域ごとの特性に合わせた政策を実施しました。この巡行によって帝国の遠隔地でも中央政府の存在を実感させ、ローマと地方の結びつきを強化しました。またハドリアヌスは芸術と文化の大いなる講演者であり、彼の治世はローマ文化の黄金時代の一つとされています。彼自身も建築に深い関心を持ち、ローマ市内には彼の名を冠したハドリアヌスのパンテオンの再建など多くの建築プロジェクトが進められました。これらの建造物はローマ建築の優れた技術と美的センスを今に伝えています。ハドリアヌスの治世は帝国の外部拡張を抑え、内部の充実に努めた平和な時期として記憶されています。彼の政策は帝国の長期的な安定と繁栄のための基盤を築き、後の御憲帝時代の繁栄を支える重要な役割を果たしました。 4. アントニヌス・ピウス。アントニヌス・ピウスの治世138年から161年はローマ帝国が経験した最も平和で繁栄した時期の一つとして記憶されています。彼はハドリアヌスの養子として帝位を継承し、帝国の安定と繁栄をさらに推し進めることに尽力しました。アントニヌス・ピウスは内政において穏健かつ実用的な政策を取り、帝国内の法の整備と公共事業の促進に大きな関心を持ちました。彼の治世の下でローマ帝国は内部の対立や大規模な戦争から遠ざかり、経済的な繁栄を享受しました。アントニヌス・ピウスは特に帝国内のインフラ整備に力を入れ、道路や橋の建設、都市の再建、灌漑システムの改善など帝国全土の発展に貢献するプロジェクトを推進しました。これらの公共事業は地域社会の経済活動を促進し、帝国の結束を強化する効果をもたらしました。またアントニヌス・ピウスは財政面でも優れた管理能力を発揮し、帝国の財政安定に努めました。彼は税制の改革を行い、公共事業の資金源として機能させることで帝国の長期的な経済基盤を強化しました。このような穏健な統治スタイルは帝国内部の平和を維持し、市民生活の向上に大きく貢献しました。アントニヌス・ピウスの治世は戦争の影響が少なく、帝国全体が安定と繁栄を享受した黄金時代の一部として後世に高く評価されています。彼の政策はローマ帝国の長期的な安定性と繁栄の基盤を築く上で重要な役割を果たしました。 5. マルクス・アウレリウス・アントニヌス。マルクス・アウレリウスの治世161年から180年は外敵による挑戦が続いた時期でありながらも、彼の哲学的な思考と統治スタイルによって特徴づけられています。哲学者皇帝として知られるマルクス・アウレリウスはストア派哲学に深く影響を受け、その教えを日々の統治に反映させました。彼の代表作自省録は個人の自己反省と道徳的な生き方についての洞察に満ちた作品であり、後世の多くの人々に影響を与え続けています。マルクス・アウレリウスの治世はゲルマニアやパルティアとの複数の軍事的紛争に直面しました。これらの戦争は帝国の防衛体制を強化し、外部からの脅威に対処する彼の能力を試すものでした。しかし彼はただ戦争を遂行するだけでなく、平和と帝国内部の安定を維持することにも尽力しました。彼の治世は帝国の境界を守りながらも
敵対する勢力との和平交渉を行う柔軟性を持ち合わせていたことが示されています。自省録に記されたマルクス・アウレリウスの思考は、自己制御、義務の遂行、そして運命への受容といったストア派哲学の革新的な価値観を反映しています。彼は外部の状況に振り回されることなく、内面の平和と道徳的な生き方を追求することの重要性を説きます。また彼の著作は、統治者としての彼の悩みや反省、そして哲学的な洞察を垣間見ることができる貴重な資料となっています。マルクス・アウレリウスの知性と自省録は、ローマ帝国の歴史において独特の位置を占めています。彼は困難な時代を生きた哲学者皇帝として、個人の道徳と社会の安定の間でバランスを保とうとした人物として記憶されています。その著作は、普遍の真理を求める全ての人々に対して内省と道徳的な指針を提供し続けています。このように古憲帝時代は、安定した政治、経済的な繁栄、文化と芸術の発展をもたらしました。これら5人の皇帝は、それぞれが異なる方法でローマ帝国を導き、後世に大きな遺産を残しました。マルクス・アウレリウス・帝と後憲帝時代の終焉。マルクス・アウレリウス・帝は、ローマ帝国の後憲帝時代を締めくくる最後の皇帝であり、その知性は哲学的思考と実際の統治の間での葛藤に特徴づけられます。彼は哲学者皇帝として知られ、平和を愛するスタンスと同時に、帝国の外縁部で起こるゲルマン民族との戦争や疫病の流行といった外部からの脅威に対応する必要に迫られました。これらの問題は彼の知性において重大な影響を及ぼし、彼の哲学的理想と現実の統治の間でのバランスを取ることを難しくしました。マルクス・アウレリウス・帝の知性における最大の挑戦の一つは、適切な後継者を見つけることでした。彼はローマ帝国の安定と繁栄を維持するために最も適した人物を後継者として選ぶという、後憲帝時代を通じて続いてきた伝統を破る決断を下します。彼は自らの実子であるコンモドゥスを後継者として指名しましたが、この選択は後に大きな誤りであることが明らかになります。コンモドゥスの知性は暴政に満ち、彼の即位はローマ帝国の衰退期の始まりとみなされています。このようにマルクス・アウレリウス・帝の知性と彼の後継者選びは、後憲帝時代の終わりとローマ帝国の新たな章の始まりを象徴しています。彼の哲学的理想と統治の現実との間の葛藤、そして後継者選びにおける彼の決断は、ローマ帝国の歴史において重要な転換点となりました。コンモドゥスの知性への移行は、賢明な統治と安定した政治の時代から不安定さと衰退への移行を意味し、ローマ帝国の長い歴史の中で新たな挑戦の始まりを告げるものでした。終焉の意味、マルクス・アウレリウス・帝の後継者として息子のコンモドゥスが指名されたことで、後継者選びのシステムが能力と資質に基づくものから血縁に基づくものへと戻ってしまいました。コンモドゥスの知性は暴政に満ち、この変化はローマ帝国の不安定さと衰退の始まりを象徴するものとなりました。この時代の終わりは、賢明なリーダーシップと適切な後継者選びの重要性を強調しています。後憲帝による統治は、その賢明さと公正さで帝国を繁栄させ安定した政治を実現しましたが、コンモドゥスの即位は、適切な後継者選びが帝国の未来にとっていかに重要であるかを痛感させる出来事となりました。この歴史的転換点は、リーダーシップの質が国家の運命を左右すること、そして長期的な安定と繁栄を維持するためには、能力と資質を重視した後継者選びが不可欠であることを教えています。まとめ、今回は後憲帝時代とその重要な皇帝たちについてお話ししました。この黄金期がどのようにローマ帝国の歴史に影響を与えたか、皆さんに少しでも感じていただければ幸いです。次回もまた古代ローマの魅力的な話題でお会いしましょう。ありがとうございました。